こんばんは、ゆかりです。鉄道模型を買おうと思った時、お店や通販などで新品、もしくは中古で購入することがあると思います。お店で中古を買う場合は、お店にもよりますが、ある程度の品質の中古が購入できると思います。個人売買のオークションなどで購入する場合は、綺麗なものもあれば、不具合があるものもあります。今回は、調子が悪くなってしまった鉄道模型を復活させようと思います。今回の車両はこちら。マイクロエーズの E653 系、フレッシュ日立、緑平成、7両セットです。オークションで中古品ということで購入しました。動作の状態としては、先頭車の前哨と尾灯が点灯せず、最初は動力が動作しませんでしたが、しばらくすると動き出しましたが、異音台でした。それ以外は、大きな問題はなさそうでした。パンタグラフも正常に上がり、脱線したりする様子もなさそうでした。ライトユニットの状態確認と、動力ユニットの分解整備を行います。まずは、先頭車の修理を始めます。電源を直接終電周に当てて、点灯するかどうか見てみます。終電周はくすんでいて、通電しにくそうでした。電源を当てても点灯しないので、分解して、ライトユニットに直接電源を当ててみます。車体を分解していきます。ライトユニットが出てきましたね。ライトユニット自体に不具合はなく、点灯するようです。車輪からライトユニットに向かって電気が流れている経路のどこかで通電不良が起きているようです。接点を磨いて元に戻していきます。やり方はいろいろあると思いますが、ゆかり鉄道では単純にレールクリーナーやヤスリ、耐水ペーパーなどで汚れている接点を磨いていきます。場合によっては ATF オイルを塗布することもあります。それらを駆使して部品を分解、清掃して組み付けします。そして完成したのがこちら。無事に前哨灯、尾灯が点灯するようになりました。反対側の先頭車も同じように修理をして点灯するようになりました。次は動力車です。単品で動作確認をしても、盛大に異音が鳴っています。かなり爆音です。外から注油してみましたが、全く変化がありませんでした。分解して、ギアやユニバーサルジョイント、モーターベアリングに注油してみます。注油しながら分解をしていき、モーター単品になるところまで来ました。この状態で動作確認してみましょう。モーターのベアリングから異音が発生しているようです。この場合は、モーターを交換するか、一時ひのきになる可能性がありますが、ベアリング部に注油することで異音が収まることがあります。今回は、交換できるモーターがないので、ベアリングに注油します。ベアリング部に注油しました。動作確認してみましょう。異音が収まりました。これなら動かすことができそうです。あとは元通り戻していきます。終電盤がかなり汚れていたので磨きました。汚れていると通電不良の原因になるので分解するついでに清掃します。元々の曲がりを変えないように磨きます。通電具合が良くない時は若干バネを曲げて強く当てると改善しますが、当てすぎると台車が押されて車高が上がるので注意が必要です。動力車を組み付けました。
動作確認すると異音が収まり、本線での試運転ができそうです。本線試運転です。かなり暴走させていますが、しばらく動いていない鉄道模型は最初調子が悪いのでガンガン走らせてます。しばらくすると馴染んで安定するようになります。しばらくするとこの通り編成を組んでも走るようになりました。完全に故障している鉄道模型でなければ大体のものは復活します。調子の悪い中古品を手に入れてしまってがっかりしてしまうこともあると思いますが、せっかく気に入って購入したものなので復活できないか挑戦してみるのもいかがでしょうか。日々の模型ライフの中でも走っていれば調子が悪くなることもあるので、動かなくなってきたと諦めずにメンテナンスに挑戦するのもいいと思います。今回の動画はここまでです。ゆかり鉄道では鉄道模型の入線紹介、メンテナンスをメインに動画を制作しています。チャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがございましたらコメント欄でお知らせください。動画のご視聴ありがとうございました。